イベントの方がですね、もう日にちも迫っているんですけども、8月の、10日土曜日と11日日曜日の2日間を、開催予定としております。でイベントの内容なんですけども、大きく3つありまして、まず1つ目が、アーティストによるライブ、2つ目が、震災後、まあ、実は初となる宮城県でビーチサッカーの大会で、3つ目が、まあ、地元の七ヶ浜町だけではなく近隣市町村からお越しいただいた出店ブース、それと、まあ、七ヶ浜町内の特産品だったり、復興支援グッズのブースが、出ます。その3本立てで、ビーチフェスの方を開催いたします。音楽の方はですね、まず1日目はできる限りその地元の方のステージをメインとして、まあ、地元で活動されている、七ヶ浜町で活動されているバンドの方、幅広い年代、本当に若い方から本当にその年配で親父バンドって言っていいんですかね、そういう方々も出演していただきますし、バンドとはちょっと違うんですけど、フラダンスサークルだったり、そういう地元の方がまあ極力出ていただく。で1日目にあと仙台のマイピアノさんがまあメインで地元代表ということで出ていただきます。で2日目になると、もうその県外の、まあ、全国区のアーティストが来まして、まあ、復興支援、まあ、七ヶ浜の活性化という意味で熱いライブをやってくれます。そのビーチサッカー自体がその後ろで BGM をかけてやるスポーツなので、あんまりその一般のサッカーフットサルみたいに観戦して楽しむっていうよりは、その音楽の流れてる中でアクロバティックな、結構その僕も最近知ったんですけども、その平らじゃないので海水浴場が、結構ボールが跳ねたりとかするので、そのオーバーヘッドキックとかが見れるということで、でそれに合わせて音楽が後ろでかかっているので、どっちかっていうと本当にショーの一つみたいな形なので、サッカーと音楽の融合みたいなのがそのビーチで行われるっていうイメージで見てもらえるといいのかなと思います。個人的にですけど、やっぱり自分の町の特産品の海苔ですか、それの特産品ブースがあるので、まあ、ぜひその七ヶ浜町の海苔を買っていただいて、お土産にでもいいですし、あとその七ヶ浜町の方がやっぱり地元のものを使って出店されるので、まあ、そこで美味しいものをお腹いっぱい食べてもらうっていうのが、まあ、あんまり音楽担当とかに怒られると思うんですけど、はい。この七ヶ浜のビーチフェスをきっかけに、七ヶ浜の良いところを皆さんに知ってもらいたいと思います。ぜひ今年の夏は七ヶ浜にいらしてください。